はい、どうも、たきです。さげなんで今回はポケモン検定やっていこうと思います。まゆさん、対戦よろしくお願いいたします。わあ、これは自分の好きなポケモンをとことん使っていると言ってもいい、素晴らしいパーティーですね。まあ、こっちもね、同じようなもんだから。中ポケ、まあ、S バーンとかロトムくらいしかいないから。まあまあまあ、ちゃんと真面目に戦います。で、こっち、相手の先手が何で来るかなんだよな。なんかモルペコ先手に来るっていう謎の偏見がうちにはあるんだけど、わからない、うちには。どう来るんだ、相手が。モルペコ来るとちょっとだるいな。でもモルペコ以外だったら、多分ガルドで全員吹っ飛ばせますね。なんで、初手はガルドでいいかな。で、エースバーンかな。いや、どうしよう。いや、二段切りにしよう。相手、モルペコが結構重くなってるから、モルペコを止められる二段切る。で、あとは、個人的にはグレイシアが嫌なんだよね。だから、バラストとか何してくるん、マジで。ロトムでいいかな。バラストの攻撃一発耐えるのかな、わからない。バラストが来たらマジで何をしてくるのかわからない。ましてや先発で出てきたらもうお手上げですね。というわけなんで、まゆさん対戦よろしくお願いいたします。モルペコ以外がいいな。モルペコ以外だったら正直なんでもいい、バラストでもいい。ルカリオ、おお。このルカリオが悪技を持ってるかどうかなんだよね。悪の波動とか炎のパンチとか、あと地震とか持ってるかどうか。まあ、正直持ってた方がありがたい。まあ、今回のガルド、技構成を見れば、まあ、技構成見てもわかんないか。あの、ボディーパージで SO2 段階上げて、弱砲からのダイマックスで全抜きする、全抜き型ギルガルドです。さあ、まずはボディーパージ。これ相手へすぐ引きたいんですね。こっちが先手取ったんで。なると相手、耐久振りか？ステロとか巻いてくるのか？カウンター。おお、なるほど。なるほど、そんなことしてくんのか。で、技構成一応解説すると、一応聖剣だったところを、聖剣、格闘枠を瓦割りにしたのは、なんか、ラプラスを殺すためです。これどっちの方が威力高いんだろう。あー、でも同じか。同じだったら、ダイナックルの方がいいか。これ絶対で HB とかだろ。HS ではないよ。HS ではないってどういうことだろう。でも、ガルドが、これって多分シャドーボール打ってくるって相手思うはずなんだよな。一回カウンターミスだから。てか、よくこっちが物理型の一発で判断したな。いや、これ倒せんのか。HB だったらきついぞ。てか、これ助けだよな。でもカウンターさ、こっちさ、いや、マジレスしちゃうとさ、そっちゴーストタイプだから多分カウンター効かないんだよな。さあ、ダイナックル。助けだよな。まあ、助け持ちをここで潰せるのは全然いいんだけど。カウンター？普通にカウンターしてくんの？あ、カウンターだ。え、効かないよね。うん、はい。はい。じゃあ、ここダイスチルで B 上げよう。なんかダイマックスターン一旦無駄にした気分なんだけど、助けだって分かってるんだったら、ここさっきのターンダイマックス切なくてよかった。まあ、とはいえルカリオは突破で、まあ、こっち耐久も上がってるんで、シールドフォルムでも物理の弱点だったら多分一発与えるかな。そんで弱発動すればダイマックス切れてももう止まんないですね。バラソー、いやー何してくるか分かんねー。まあ、とはいえ、先手は取ってて、ほぼほぼ相手特殊型ではないと思うから、ここは、ホローで倒せるか、大ホローで倒せるかな。バラソーの耐久力はわからない。アクアジェット。これは耐える。意外と食らうな。意外と食らうな。B 上がってる。これ、ガルドの耐久が、ざっくりだけか。わかんない。とはいえ、バラソー突破。あと1体、ドイツが来るかなね。グレイシアか。いや、さすがに勝ったかな。さすがに、
シールドフォルムといえども、この HP のガールドを一発で飛ばす。いや、吹雪で落ちるか、ワンちゃん。吹雪で落ちなきゃ勝ちだね。てか、吹雪命中70だし。あー、そっか、大魔。まあ、でもこっち影打ちもないんで、特にやることもないや。さあ、ここからグレイシアだ。ちなみに選手してたっけ？あー、エースバイル。じゃあ、多分勝ったかな。さあ、ここは大アイス。おお、あ、そっか、先手取ってんのか。あ、強え。弱砲。いや、弱砲だけど、グレイシアって S95 とかでしょ。だったらエースバーンで上取れるから、火炎ボールと、火炎ボール外さなきゃ勝ち。火炎ボール外さなきゃ勝ち。外したら、ドンマイ。外したらドンマイ。だよね。あ、ロトムか。まあ、あんま変わんねえな。オバヒ外すか外さないかな。どっちにしろ。いや、頼む。外さないでくれ。いや、マジで頼むよ。この試合9割で勝てるから、マジで。いけ！よし。さあ、というわけなんでね。ガルドがめっちゃ荒らしてくれました。いや、強いわ。強いわと言いつつ、この試合を取るまでに、5試合、あら。